ラミノパシー、ラミノパチー、またはラミン病は、核ラミナのタンパク質を高度する遺伝子の変異によって、引き起こされる一群の希少遺伝疾患であり、角膜病の中に含まれる。角膜病は、角膜の血管に関連する疾患を分類するために2000年に作られた包括的用語である。1990年代後半に、ラミノパシーが最初に報告されて、以降、 角膜タンパク質が動物細胞や組織の完全性の維持に果たしている重要な役割を解明するため多くの研究努力がなされている。ラミノパシーと他の角膜病では骨格筋と心筋の筋ジストロフィー、リポジストロフィー、糖尿病、異形成、皮膚障害、ニューロパシー、白質ジストロフィー、騒動など様々な臨床症状が現れる。 これらの症状の大部分は出生後、一般的には小児期と青年期の間に発症する。ラミノパシーの一部は早死にを引き起こすこともあり、ラミン B1 の変異は出生前、または出生時に致死となる可能性がある。典型的なラミノパシーの患者は、ラミン A、C をコードする遺伝子に変異が存在する。近年では、ラミン B にエメリン、 レムドメイン外有タンパク質酸といった、ラミン結合タンパク質を高度する遺伝子や、亜鉛結合性、メタロプロテアゼセイント24などのプレラミンのプロセッシングに関与する酵素の遺伝子に見つかっている。ラミノパシーを引き起こす突然変異には劣性及び、優性のアレルが含まれ、保有者が死ぬ前に繁殖を行うことができないような、優性アレルは、 稀なで濃母変異によって生み出される。一集団で最も頻度が高い角膜病は、エメリンを高度するエムド遺伝子の X 連鎖突然、変異によって引き起こされるエメリードレイフ姿、スジジストロフィーで10万人に1人が罹患すると推定されている。ラミンは動物細胞の角膜の下で足場となっている角ラミナを形成する中間系フィラメントタンパク質である。 ラミンはファルネシル元のアンカーを介して角膜に接着し、ラミン B 受容体やエメリンといった角内膜タンパク質と相互作用する。角ラミナは動物の移動性への適応であるようであり、植物や菌類といった固着性の生物はラミンを持っておらず、多くのラミノパシーの症状には筋肉の血管が含まれる。これらの遺伝子の変異はフィラメントの重合。 または角膜への結合の欠陥をもたらし、筋繊維、骨格、皮膚、結合組織といった物理的なストレスを受ける組織において角膜の安定性を脅かす。エレメナイ電子から産生されるメッセンジャー RNA は選択的スプライシングが行われ、ラミン A とラミン C へ翻訳される。ラミン A は膜へのアンカーとなるファルネシル化が行われる。 この状態のタンパク質はプレラミン A と呼ばれる。ファルネシル化されたプレラミン A は、さらにメタロプロテアーゼによって末端の15アミノ酸とファルネシル化されたシステイン残基が除去され、成熟したラミン A へとプロセッシングされる。これによってラミン A は角膜から乖りし、核での機能を発揮することが可能になる。ラミノパシーを引き起こす変異はこれらの過程に、 様々な段階で干渉する。ラミン A、C のロッドドメインとテールドメインにおけるミスセンス変異は幅広い遺伝子異常の原因であり、ラミン A、C は明確な機能的ドメインを含み、様々な細胞系統の維持や完全性に必須となっていることが示唆される。ラミン A と角膜タンパク質であるエメリンとの相互作用は筋細胞において重要であるように見える。 ラミンの特定の変異は、エメリンの変異を擬態し、エメリードレーフス型スジジストロフィーを引き起こす。様々な変異が優位抑制型や劣勢型のアレルとなる。ラミン A とエメリンの双方の誤った極材を引き起こすようなロットド,ドメインの変異が、常染色体優勢型のスジジストロフィーと、心筋症の患者には生じている。ラミン B の変異の大部分は自主的であるようであり、 ラミン B1 に変異を有するマウスは出生時に死亡する。2006年に後天性部分性リポジストロフィーの患者にラミン B2 のミスセンス変異が同定された。最もよく見られるラミン A、C の変異はエレメナ遺伝子のエクソン級におけるホモ接合型 ARG527 ヒズ痴漢である。他には LA529 バルや ARG527 ヒズ。 バル440メットといった変異が知られている。加えて、アーグ五百5 2 7サイズ、四十二5 4 2ン、アーグ四百4 7 1サイズ、THR528 メット、メット五5 4 0 t h r グ四百4 7 1サイズ、アーグ五百5 2 7サイズ、アーグ五百5 2 7ラウといった変異は、プロジェリアと似た特徴を伴う、化学骨異形成を引き起こす。 プロジェリアを引き起こす変異は、エレメナイ電子のメッセンジャー RNA のスプライシングの欠陥をもたらし、異常なラミン A タンパク質であるプロジェリンが産生される。変異は、エクソン11の内部に存在する隠れたスプライス部位を活性化し、プレラミン A のプロセッシング部位の結出を引き起こす。ラミン A へ成熟することができないプロジェリンが蓄積することで核の変形が引き起こされる。 また、誤ったスプライシングは、新生児致死となる、タイトスキンコントラクチャーシンドロームでも見られ、エクソン11が完全にまたは、部分的に欠損することで、切り詰められた、プレラミン A となる。メタロプロテアーゼセイント24は、プレラミン A から成熟したラミン A へのプロセッシングに、必要であるため、プロテアーゼ活性を失う遺伝子変異は、プロセッシング部位が切り詰められた。 プレラミン A によって引き起こされるラミノパシーに類似した血管を引き起こす。ズンプスト24遺伝子に変異がある患者で見られる症状は、化学骨異形成、早老症の外患、全身性リポジストロフィーから、幼児期に知死となる高速性皮膚障害まで様々で、ある。常染色体有性の白質ジストロフィーの場合、疾患は、ラミン B の遺伝子 LMNB1 の重複と、 関連している。細胞におけるラミン B の遺伝子量の正確さが核の完全性に重要であるようであり、症状映えではラミン B の発言の増加は変性表現形を引き起こし異常な形態の核となる。ラミン B に対する抗体は自己免疫疾患との関連が示唆されており、おそらく多発性硬化症と関係している。映画タラミンは 非相動末端結合と騒動組み換えの過程において DNA 日本差切断修復に重要な役割を果たすタンパク質のレベルを維持することで遺伝的安定性を促進する。ラミン A の変異は劇的な騒動の症状を示すハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群を引き起こす。プレラミン A の成熟に欠陥があるマウスの細胞では DNA 損傷と染色体異常が増加し、 DNA 損傷試薬に対する感受性が高くなる。A 型ラミンに欠陥があるときに DNA 損傷を適切に修復できないことは、早動の一部の側面の原因となっていると考えられる。現在のところ、ラミノパシーには治療法が存在せず、大部分は対症療法と指示療法である。理学療法と整形外科的治療は、 筋スジ,ジストロフィーを抱える患者には有用である。心筋が影響を受けるラミノパシーでは心不全が引き起こされる可能性があるため ACE 阻害薬、ベータブロッカー、アルドステロン実行薬などの投与が必要であり、不正脈が頻繁に起こるため心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器が必要となる場合がある。ニューロパシーに対する治療としては、 転換発作や軽縮に対する投薬が行われる。近年の進展によって、ラミノパシーにおいて、騒動をもたらす有毒なプロジェリンが形成される、分子機構が解明され、標的治療の開発の可能性が開かれた。プレラミン A とその病理型である、プロジェリンに対するファルネシル化は、ファルネシル期点移行素によって行われる。ファルネシル期点移行素阻害剤は2つの、マウスモデルにおいて、 効果的に、プロジェリアの症状を低減し、騒動症の培養細胞では、異常な形状を示していた核が回復した。2種類の傾向フティーであるロナファルニブとテピファルニブが、すでに抗がん剤として利用されており、ラミノパシーに苦しむ子供に対する治療の道筋となる、可能性がある。骨粗鬆症の治療に使用される、窒素含有ビスリン酸薬剤は、 ファルネシルにリン酸の酸性を減少させ、それによって、プレラミン A のファルネシル化を減少させる。これらの薬剤もプロジェリアの治療に有用である、可能性がある。プロジェリンの合成を阻害する、アンチセンソリゴヌクレオチドの利用も、現在行われている高プロジェリン薬剤開発の、別の道筋である。ありがとうございます。